お任せあれ。お任せあれ。かしこまりました。お任せあれ。お任せあれ。進むか。かしこまりました。お任せあれ。お任せください。かしこまった。かしこまった。
行け。かしこまった。お任せくだされ。お任せくだされ。かしこまった。進むか。今だ！引っ掛けてやれ！かしこまりました。かしこまった。かしこまりました。お任せあれ。点数
総猛徳の手中にあり。総猛徳の道、阻むを許さず。着手せん。行くぞ。少しいいか。かしく。ほほう、失策を食いるがいい。断る。見ての通りだ。このようにしてはいかが。うん。着手せん。行くぞ。さて、ど、失礼するぞ。うむ。一つひらめき申した。受けよう。ありがたし。一つひらめき申した。構わん。すまんな。行くぞ。ご報告いたしまするぞ。うん、厳しいかと思われまする。
さて、どう解き行け。こたびは平にご容赦くだされ。おれ、いざ。そう猛徳と語らん。さてさて、これは困りました。これぞ我が誤った論理で総猛徳を解けると思うたか。貴殿に弁済はない。仰せのままに。総猛徳に任せよ。行くぞ。行くぞ。着手せん。行くぞ。
さて、どうと。失礼するぞ。うむ。一つひらめき申した。理屈はこうか。面白い。孫子の応用で分かることだ。孫子の応用で分かることだ。言葉を紡ぐ。そう毛沢の道に誤りなし。さてどう。失礼するぞ。うむ。策がござる。もう一度申してみよ。
来客です。よく来てくれ。聞いてくれ。来客です。よく来てくれ。聞いてくれ。来客です。お初にお目にかかります。聞いてくれ。来客です。よく来てくれた。聞いてくれ。我が舌を持って意を通さん。面白い。これぞ我が波動である。誤った論理で宋孟徳を解けると思うたか。貴殿に弁済はないようだ。さて、どう。失礼するぞ。うむ。一つひらめき。検索いたし。お聞きよ。もう一度申し。うむ。仰せのまま。では、この手。いざ。さてさて。これぞ我が波動で。誤った論理で宋孟徳を解けると思うたか。孫子の応用でわかることだ。貴殿に弁済はないようだ。受けよ。ご報告いたしまするぞ。うん。たやすきこと。なんと。見ての通りだ。何よ。意味が分かりかねまする。斎との出会いこそ我が本懐。宋孟徳の思考到底。そんな。宋孟徳の道に誤りなし。これぞ我が波動である。波動を阻む者は覗くのみだ。バカな。光沢打つべし。
曹操が発した檄文に応え、各地の諸侯が参集した。天下万民がため、官室をないがしろにし、戦王を極める逆賊董卓を討つ。連合軍の名手には曹操の推挙を受け、袁紹がついていた。名手にはてっきり発起人たる貴公が疲れると思ったのだがな。袁紹殿は四聖三公の名門、他に名手にふさわしい者はおるまい。おお、さようか。正義は我にあり。皆の者、進め。こうして反董卓連合軍は撤去、勢いのままに汜水館へ攻め寄せた。